どうもゆさです。はい、では第3回カジノ会スタートしたいと思います。手持ちは3000枚ちょっとで、やっぱここ行こうか。100枚ポーカー、これやっぱ新しいですよね。前はなかったはず。100コインからのポーカーですね。で、100コインからのスロットに行きたいんですよ俺は。だからここでまずは、うわー、いかついなー。5カード出た時点で1万、フルハウスでも1000、200枚掛け、300枚掛けでいきますね。これが限界や。おい、で1万枚ぐらいを目指して、よ、どの口が言うてんねんって感じですけど、1万枚ぐらいを目指して利確して、でスロットの方に行きたいですね。ちょっとね、まあちょっと漢字もこのディーラーのパターンもちょっと読んでいきたいんで、このディーラーの癖もちょっと読みながらいきたいんで、はいはい、舐めとるね。右に3カード揃えてくる。舐めとるね、完全に。怒った、完全に怒りましたよ、完全に怒りました俺は。フラッシュ、フラッシュ、よし、フラッシュ、よし、オッケー。1200枚のコインが当たりました。いや、もう慎重に行きたいな、ここ。よっしゃ、よし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 。いや、結構単位がでかくて怖いっす。すごいすごい、ちょっと今ビビってます俺。5、ふざけんなマジで。いや、もうほんま5なめんなよ、5をなめるな。うわ、結構でかいチャンスやったような気がする。うおお、マジかマジか。神様、神様は俺に味方してるな今回。よし、いや、もちろんもちろんやります。1回目はもう絶対やる。よっしゃ、よーしよ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 し。スロットやりたいからね、スロット。スロットで、6000枚。へっ!よし!よし。やる。もうほんま利確しようと思ってて。今の1個でもう利確するつもりやったねん俺。ケンケン、よっしゃ、すごいで、フラッシュ、フルハウス、フラッシュ、どんだけ、ここの引きはめちゃくちゃいい。いや、もうちょっと待って待って、ほんまちょっとやばいわ。ひよったー、いったん利確して、いったん増やしていくこと大事やから。あー、惜しいな。こんなもんすぐなくなって、増やさんと。よし、いや、こっから2ペアからっていうのが大事なんで。はい、よしよしよし。今回この闇の世界での宝箱は悪いいのかもしれないですよね。また違うのが、宝石以上のものが出るかもしれへんから。よーしよ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 し、積もった。これ鍵全部開くまでいきますから。鍵全部開くまでいったら6400ぐらいまでいくんやろ。全勝ち、これは弦がいいぜ。オルシュオルシュオルシュ、よし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 。鍵あと1個、あと1個開けたら4800。宝箱の中身とお前もいた、だだだだだ、いったー、マジかー、いたー。うわ、ストレート、マジでめちゃくちゃ子役の引きがめちゃくちゃいい今回。すごい子役の引き。はい、ありがとうございます。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 いっすいっすいっす。利確で。よし。
よし、もう2の後もう嫌な嫌な感じしかせえへんもん。あ、コインか。よし、コインのパターンもある。よしよしよし、うわめっちゃもらえる。マジかよ、マジかよ。え、もうもう目標額達成したけど500に切り替える。え、こんなん追われるかよ、こんなもん。こんなもう宝箱狙いやで、これ。いや、こうなったら宝箱狙いが可能になってくるんで、でかいっすよ。もっともらえるってことやもんな。あんなん関係ないもん、こんなん。どうぞどうぞ、宝箱狙うから。いや、引きは悪くないねんな。子役の引きは悪くない、ほんまにほんまに。めっちゃ引ける。よし、ちま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 やっててもしょうがないぞ。500枚のベッドでは人生は変えないぞ、赤木。2回引き分け、なんなんこの引き、クソ引き。よっしゃ、とりあえず2倍ね。よし、いいとこ引いてる。よし、もうパッパとパッパといきますから。ちゃっちゃと5が出た時だけ警戒ね。5と4のクソ、5と4がもうめちゃくちゃやから。おっしゃー、なんか J とか勝てる気しかせえへんわ。うーっす、スイス。よっしゃよっしゃよっしゃよし。あー、全勝ちやんか。グッド、よし、理科合計。ここ堅実にいってますぜ。私のこのスロットを打ちたいという気持ちが堅実にいかせてます。よっしゃ、5。あ、もういや、もう1回目やったから許したるわ、ほんま。1回目やったから許したる、マジで。はぁ、ムカつくなあいつ。ジョーカー、どう残す。ジョー、こう残すか。もったいねー。ジョーカー入りで子役が取れない、役が取れない。まあ、もったいねー、2連ジョーカー入り。3カード4カード4カード4カード、カモン。3カード4カードあたりからほんまにいかつくなってきますからね。配当が、開幕の配当がいかついとちょっとやっぱテンションが全然違うんでね。もうこの掛け金やったら一発目でもう次が1万やもんな。1万が見えてくるっていう。よし、楽勝や。2000枚でしょ、4000枚いくよ。っていうか宝箱狙いたいんですよ、宝箱。あ、5や、危ね危ね危ね。宝箱が来てほしいっすね。実際こんなもんはもうどうでもいい、宝箱さえ来れば俺の勝ち。いや、ぼちぼち怖い、ぼちぼち怖い。16000枚、さあ挑みましょうか。はいはいはい。やっぱこの辺が一つの壁っすね、私の。ちょうどなんかそこで日和るんよな。もう一個あこの壁を破りたい。今までの最高記録が2万5000やから、そこの壁をやっぱ破りたいっすね。その壁をなんとかして今回破りたいっすね。ちょっとここでちょっと俺仕掛けていこうかな。うわ、ちょっとここで今回ちょっと仕掛けていこうかな。マックスベッツ、これ怖いっすよマジで。くっ、惜しい。マックスベッツはそんなに、ほんまに悟空で言ったらもう20倍海洋圏状態なんで、これそんなには続けられないです。早めに2万5000の大台を狙いに行かないと。2000、4000、8000、1万6000、3万2000ですよね。3万2000まではノンストップで
ジョーカーおるのにな、もったいないな。なんか来い。よし、危ない、引っかかった。チャンスをくれ、俺にチャンスをくれ。宝箱出ろや。宝箱も出ないですし。よし、宝箱が出ない。いや、宝箱が出たらめっちゃ熱いやろうなと思ってるんですよ。千枚で宝箱が出たら、それはもういかついやろうなと。よし、来た来た。ちょ、やめてやめてやめて、マジで。いや、これ絶対もう開けなあかんパターンのやつやから、開けよう開けよう開けよう。開けてコイン出たら俺の勝ちやで、完璧に。まあ、コインが来るかどうかわからないですけどね。よし、クソ4が、ほんま。クソ4。1個開いた。1個鍵開けて。全部開くまでやめません。クソ3が、ほんまクソ3が。よし。いや、もう1、もう嫌いやね。絶対勝つんですよ。もう分かってんすけど、ほぼ、もう負けはほぼないカードやねんけど、それでもめちゃくちゃ怖いね。クソ5が、ほんま。よし。よし。よし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 。これで8000。よし。もう一丁。16000枚。夢の16000。よっしゃー！ 2 と3って、底辺の戦いよ。よし。鍵全部開いた。でも、3万2000勝負します。最高記録に挑もうじゃないかーす！コインで、コインで、コインでお願い！アイテムかよ。千枚で俺勝負し、ソルティアナシェルかよ。ゴミやんけ。期待させてのソルティアナシェルないわ。いや、期待させてのソルティアナシェルないわ。最悪や。そんなことあんねや。あんなゴミ入れときょることあんねや。千枚のダブルアップの宝箱に。クソやん。景品選びのスタッフ呼んできてくれや。もう絶対違う、それは。それは絶対入れたらあかん。もうカジノ出てすぐ落ちたんねん、もう。よし。カジノ出てすぐ落ちたるやつやん。よっしゃ！よっしゃ！ 8000。あと2回。うわー、当たりがない、当たりが入ってない。あ、もうまたちょっと自利品パターンやで。これあかんで、これあかんで、これあかんすか。あかんす、あかんす、あかんす。さっき8000枚もらったから残ってるだけで完全に負けてる。8100枚、宝箱で取ったから残ってるだけやから、これ実力では完全に負けてるんですよ。いや、ちょっと2万枚ぐらいまで戻したいな。もうスロット行こう、スロット行こう。 J は右、よし。 J は右で、 J は右の打率がめちゃくちゃ高いから。嫌なのは9とか8とかって言ってたら来たーす。よし、あーす。いや、もうチャンスがねー。 J は右って言ってるやろ。よっしゃ、画面見ないです。ちょ、目つぶって開けます。よしよしよっしゃよっしゃ、最高記録きた。32000。よしよし、いえいえ、とりあえず一旦利確して。4万。オッケー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 。よし、もうソルティアナシェルのとこなんかもうクソやから、カードの魔人。よし、さあスロット行こう。スロットのなんか台選び教えてくれるやつ誰やったっけ。スロットの台選び誰か教えてほしいんですけどね。まあ角2で行こうか、角2で。よし、うわ、いかついな。900枚ってことですよね。うわ、いかついな。900枚900枚
まあでも4万枚あるからな。メタル早速ないか。あ、悪くないね。でもおおおスライム4連おお回って、メタルでもいいよ。スライム4連か。いきなり幸先いいじゃない、幸先いいじゃない。3000枚、いや幸先いいじゃない、すごい幸先いいじゃない。いきなりあんなわけわからん予告演出みたいなのが、演出が出たもん。ピンクスライムくんが出たよ。メタルモードにぶち込みたいっすね、やっぱね。メタルモードに入ってからが本当の勝負っすよね。まあ、もしくはフリースピン。フリースピンはまだ一回も体験してないんやったっけな。宝箱でもいいんや。そうやそうやそうや。宝箱も割ともらえるんですよね。お、ワイルド。うわ、来た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 。いかず、まずか、まずか。うわ、惜しい。惜しい。けど、でかいの積もったぞ。1万5000じゃないこれ。でかいの積もったぞ、これ。うわ、でかい、でかい、でかい。よし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 。この台もう設定6や。設定6。あと、もう、分ます。よっしゃ、ワイルド。来い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 。そっちかい。誰か来い、誰か来い。いや、ワイルドの引きもいいね、いいね。メタル、メタル、メタル。お、メタル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 。あー、来ない。よーし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 。オッケーす。ナイス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 。いや、すげーいいわ。いつになくいいぞ、この台。今までで一番なんか感触はいいぞ。ガンガンリーチもかかるし。多分ね、微妙に設定あると思うんですよ。その毎回一緒かどうかわかんないですけど。来た来た。さすがにないか。7揃って250か。まあ、それでもいかついですね。でも本当はメタル状態の時に7が揃わないと、7が揃うともう最強の破壊力なんで、やっぱまずはメタルですよね、積もるべきは。惜しい。どんまい。全然大丈夫よ。5万枚あるからな。相当余裕がありますからね。さっきの3万2000利確がマジででかかった。頑張ったな俺。俺頑張ったわマジで。よし、オッケー。まあ、これはね、ありがとうございますぐらいで。これでも宝箱開いてメダル来たら結構いかつい枚数もらえるんじゃないか。メタル、メタル。まったく。あー、惜しい。うわ、惜しい。うわ、来た来た。マジで、マジで。うわ、やった来たんじゃん。よっしゃー、ほら。うわ、メタルスピン30。やったー。やべー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 。これは終わった時泣いてんじゃん、俺。ちょっとちょっとちょっと、フリースピンをここで積もってくる。何これ、何これ、何これ。フリー10のメタル29。超広角やん、超広角やん、これ。おい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 、来てる来てる。大興奮大興奮。おい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 、ジャックポット、ジャックポット。青75連のジャックポット。さすがにそれは期待できないとしても、細かく理覚していきたいね。うわ、メタルの、メタルのカウントが減ってない。めっちゃいかついやん、このモード。メタルのカウントが減ってないっす。フリーを積もれば、メタルを、メタルのカウント減らさずフリーでやれんねや。じゃあもう実質40回転分ぐらいもらったってことや。超いかついやん。この40回で決めたいっすね。下手し10万枚とかいくぞこれ。よし、ば、バケバケバケ、おら、よっしゃー。バケツも
かけ60やで。よーし、もうタラララタラララタッタッタンやもん。あのファンファーレが鳴らないっすもん。1万8000枚でこれぐらい知れてますよねみたいな、あなた様にとってはこんな当たりは当たりじゃないですよねぐらいの勢いで言ってきとる。一括いかすい、これちょっとやばいぞ。最後締めくくりなんか7とかいかついの来てほしいな。宝箱とか、宝箱か7かなんか来てほしいですね。いかついのもう一回フリースピンでもいいけどな。フリーがもうすぐなくなります。まあフリーであれ引いた時点で一応9000枚以上の価値はありますから、9000枚の価値はあってなおかつって感じですよね。さあラスト、フリーラストです。テンパレ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 、よし来た、これやつもナイスー。20でカラミティ絡めて6000枚、よし7万4000枚まで来た。さあフリースピン終了、メタルモード残り28、よし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 来た、よし来た来た、よしコイン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 、よし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 、音が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 おかしい音がおかしい、うっしゃー。42000、おーい大富豪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 、来た来た、11万枚突破、うっしゃー。はい揃えていく、いいよ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 、細かく理覚していきましょう。もう11万いっちゃったよ。うっふー、いかつー、うれしすぎる、マジでギャンブルからの解放やね。ただ50万枚やから目標は、まあ、まだまだ遠いんですけど、でもこの調子だともういけるもん。あの一番高い土台に立ったんで、これがそれがでかいんですよね。一番高い土台に立てたってことが、おお行くね、あーあーあーあああ行っちゃった、よっしゃー。100倍、3万1200枚かな。よーし、ほらほらもう10万枚超えるとかどころか、もう20万枚にも手が届く勢いやな。もう一回フリースピン来ないかな。いやまだまだメタルスピンまだ22回もあるし、はい7がちらついてるよ、よっしゃー、あざーす。6000枚、間違いなく20万枚はいきますね。うん、急に私の声が元気になりましたよ。危な、死にかけてましたけどね、1000枚のスロットで。よしよし、まあいいだろう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 。ちょっと宝箱欲しかったけど、宝箱が思いのほかめちゃくちゃいかついんで、77来てよ、7来てよ、7見たいわ、7の顔見たいわ。戻る、当たる、よっしゃー、ナイスー。スライム4連でも20倍なんすよ、割とでかいんすよ。スライム4連で6000枚あるんでね。お？いいよいいよいいよ、来い、来た、よっしゃー。200倍、6万、気持ちいいなこれ、一直線揃うのめちゃくちゃ気持ちいい。6万枚のコインが当たりました、はいありがとうございます。7、なんか7揃うなら中段に揃いそうな匂いはするよな、なんとなくですけどね、中段にガチってきそう。よし、あーオッケーオッケー、そっちね、オッケーです。いや全然いいです、全然いいです。はい1800枚、いやーもう完全3000枚ぐらいですよ今日のスタート。めっちゃ頑張ったやろこれ、すごくないですか、ちょっとワイルドワイルド、センキュー。よっしゃ
これ台の選定良かったよな。やっぱ一発目当たったっていうのはちょっと弦が良かったっすかね。はいはい、残り15回、残り15スピン残しております。宝箱宝箱宝、もう一回ぐらい宝箱欲しいかな。気持ち的には青7でもいいよ、青7でもいいんだよ。よいしょ、ワイルド打ち込んでいく。あーずれたけど下でスライムナイト揃う。サンキュー、気持ちいい、よう揃うんすよね。25万枚目指そう、っていうか30万枚目指そう。30万枚どうだどうだい、30万枚どうだい。あー天使来てくれ、なんか演出滑り、あ7、この真ん中7怖いわ、なんか熱そうやもん、あのデメ、あのスライムメタスラ7メタスラはちょっともうリーチ目やん、あれね。あのデメ来たらちょっとメタスラオア7みたいなことなんちゃうん、あれ違うかな考えすぎかな。よっしゃ、さあメタルスピンが残り10回となりました。だから30回のメタルスピンはほんとでかかったっすね。一直線メタルスピン、おっしゃ、バー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 ワイルド、惜しい惜しい惜しい。まあでもほんとはバーは4連あたりからが本域のバーやから。宝箱宝箱たたたたから来ないね。結局宝箱は1回だけっすよね、まだね。あ、おなな、うわー、おなな、うん、来ないか。まあさすがに難しいか。ああいう揃い方はあんまりしないかもしれないですね。さあ残り5回、フラグが立っていればメタル、ここでメタルが揃うこともあんのかな。追加みたいな感じの、青7中段違う上、タワー、タワーナイス、タワーもう一度、タワータワータワー惜しい、青7が惜しい、普通に青7が惜しい。15000枚、遊ぼう。あーもう終わってしまう、寂しいっすね。残り2回寂しいなー、もう終わってしまうのか、この天使のモードが。おいっす、いやいっすね、はい、いかついいかつい、サンキューかけ40で12000、よし、ほんまに25000、もうちょいや、25000、ね、25000じゃない、25万、25万乗せようぜ、25万乗せてしまおう。ラスト青7、あーバ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 ー来たー、いかつい、25万乗りましたね、乗った、よしメタルスピン終了、27万枚ゲットです。おほほほほ、おほほほほほ、うわー解放された、いやもう減らんて、もう減らんすよ、もうこっから俺減らす気せえへんわ。ポーカーやっててポーカー1000枚ずつかけてももう減らん、もう負けへん、負けまへん、10万枚利確とか狙っていけると思う、これで心置きなく狙っていける。とりあえずもう一回ぐらいメタルポンかな、メタル10でもいいですけどね、メタル10でも。30はちょっとできすぎやったね、完全にできすぎでしたね。30はあの揃い方で真ん中リールが再始動っていうパターンは多分めちゃくちゃ熱いパターンでしょうね。
だからあの揃い方がまず熱いですよ。もう確定しそう。青7の場合でもあれなりそうっすもんね。中段青7で真ん中リール外れて右中段青7最後中段青7みたいな、青7のパターンでもあれで持ってきそうな気がするな。やっぱり静かやね。通常時は静かや。なんか一回メタル状態を味わってしまうともうなんか体が元に戻らへんねん。通常時がつまんないのよ。早く早くメタルをっていう、メタルしかもう見てない状態になるから。フリースピンはまあそこまでですね。フリースピンとメタルが混ざったらそのもっと当選しやすいのかなと思ったけど、そんな感じでもなかったですね。まあ、あくまでもメタルはメタル、フリースピンはフリースピンっていう感じでしたね。フリースピン単独のモードになった場合はある程度当たりやすいのかもしれないですけど、メタルの当たりやすさと重複してる感じは今回はなかった。全然当たらへんなってきたな。子役すらも当たらない。あっという間に飲まれていくぞ。言うても飲まれていくな。当たる気しないですもん。こんなんバーとか絶対当たらん。メタル入ってからが勝負なんやって。マジでやっと当たったか。あー戻らん。当たっても知れてるんですよ。別に当たっても知れてるんですけど、そんなものでもかすりもしなくなった。これ海とか海物語やったらこれでガチャって動いて当たる時もあるんですけど。はい、ワイルド、とりあえず久々の当たり、まあ、10倍3000枚、いやしょぼいな。これでもなかなか当たらんすからね。よっしゃ行こう。これだってさ、メタルじゃない状態で逆にあのオール7とか当ててしまったらですよ、すごい損した気持ちになるもん多分。ええー、って、あの宝くじで言ったらなんか組違いみたいな感じで、みたいな感じじゃないですか。そこ10万かよみたいな。組違いでね、組が合ってたら例えば1億とかそういうのやのに、組違いって意外と本数出るんでしょぼいじゃないですか報酬。それに近い気持ちに味わいそうやのね。戻り以外ないのかな。戻り以外の滑りはないんですねこれ多分。絶対にこうなんていうか行き過ぎ系の滑りは起こらないのかな。今まで起こったことないんで。まあ多分これ A ボタン連打してたらいつの間にか100万枚とか行くんでしょうけど、 ある程度いい台さえ選定しておけば。昔のスロットは本当厳しかったけど、4のスロットとか言うてもきついですけど、優しいです、やっぱり。やっぱ基本的に増えるようになってる。時間さえ使えば。なってるような気はする。で、この、なんか宝箱のシステムとか、そういう優しいシステムもありますしね。よっしゃ。いや、急にちょっと引けなくなってますね。しょぼいぞ。所詮メタルにぶち込まないと絶対勝てないパターンかな。メタルか宝箱待ちのゲーム性はもう間違いないですね。確認するべくもないな。宝箱来ない。よし、ちょっともう一回ポーカー行かせてください。ポーカービギナーズラック、誰がやねん。誰がビギナーじゃん、アホ。プロやぞこっちは。よし、いやちょっとポーカー5万枚ポーカーで使わせてください。ちょっとポーカーでムカつくから、ポーカーで30万枚いくか、20万枚になるかの勝負させて。全然熱くなれへん。1000枚からのスタートなんてもう全然熱くなれへんねん。
5万枚ぐらいからスタートさせろ。5カード来いや、5カード。4カードぐらいからやらせてくれ。熱くならへん、こんなもんでは。1万6000超えてから熱くなんねん、俺は。来いや。来い。かまへん、かまへん。かまへんで。全然構いまへんで。来い、来い、来い。もっと熱くなれよ。宝箱待ちでちょっと私のテンションがガッと上がる役が来るまでは基本的に宝箱待ち。全然関係ないんですけどね、こんだけ言ってますけど、テンションがどうのこうのと関係ないです。期待値は常に一定と思いますから。でも違うね、やっぱり気合い入れた時は違うんすよ。よし、よし、よし、はい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 。宝箱来ないな。宝箱来てくれかないかな。宝箱来ないかな。いやもう俺ダブルアップとか何も見てない。宝箱が来てほしいだけなんですよ。宝箱来てほしい。そげー、宝箱持ってこいよ、ほんまに。あそこで宝箱持ってきてくれたらあと4回分当てたる言うてんねんけ。任しとけや、やったる言うてんねん。20万枚ぐらいの利確したんぞ、ほんま。任しとけって。よっしゃー、これ強い、これ強いです。今回は強い、俺は負けない。よし、強い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 。エースエース、こっからもエース以外引かないようにしましょうか。よし、これは強い。いやもうというか左がひどい、左の引きがひどい。もうぼちぼち2とかくれないと。3、ありがとうございます、ありがとうございます。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。3か4か2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 か3か4か2か。よっしゃー、4。お前、お前ちょ、もうほんまインチキやろうが。じゃあ今のはインチキやろうが。いや今のはもうインチキやからね。ぬか喜びやもん。4とか注意せなあかんよな。うっとしいな、4。くそ、4で負けた時のダメージがめちゃくちゃでかい。ごそっと毛が抜けるんですよ、ほんとに。束で抜けるんでね。3で負けた時まず真っ白になるからな。よし、負けさせる時ってなんか2引かされる感じがするんで危なっ。じゃ仕込んどきおるやん。よし、すごい成功率高いっすけどね、ダブルアップ。よっしゃー、さあ最高記録への挑戦だ。まあここは私しのいだところなんで、この次が私の最高記録となりますね。ここ今ここで最高記録タイとなりましたね。J、J、J、大丈夫、大丈夫。J は大丈夫なんです。ちょっと一回コーヒー飲みます。J はもう大丈夫なんです。僕のもうあのスタッフがここにキングを入れとるんで。はい。はい、次行きましょう。スタッフ辞めたようです。スタッフ辞めてましたね。このどさくさに紛れて。着々とお金が減ってきました。次は5万の壁か。5万の壁やね。3万2000からの壁。まあでも実際5万でもそんなに熱くはならないんですよ、正直。自分の手持ちがね、23万あるでしょ。やっぱ自分の手持ちをはるかに超える金をかけてこそ熱くなれるんで。やっぱ貯金が100万しかないのに500万ぐらいの勝負をするからいかついんですよ。
よっしゃ。初戦負けてもね、戦でしょこれ。あーもうここやねんな。なんかあの辺でほんま壁があるな。中途半端な負け方しやがってマジで。はい、2ペア。30万に乗せたいっすね。スロットでの最大が26万ぐらいまで行ってたのかな。26万6千円とかまで行ってたのかな。そこまではなんとか行きたいっすけどね。ポーカーだけで負ける男になりたくないっすね。いや、分かってんねん。2ペアとかで熱くなれへんねんって言ってるやろうが。持ってこい。くそー、フルハウス持ってこいって。あと宝箱も出ないし。どうなってんねん宝箱の仕込みのやつは。宝箱の仕込みのスタッフはどうなってんの。入れてきてよ宝箱。圧倒的に一番左か一番右を開けてる率が高いですね、私ね。一回こんなことして、クソがーもう !3 のもう3、うわここか。ここか。ここが俺の死に場所か。ここから始まるか。3で来るか。あっぶ、あっぶ。むちゃくちゃしょるわ。ほんま。むちゃくちゃしょるわ。ここが俺の死に場所だ。ほんま、ふざけんな。ふざけんな、マジで。言うたやろ。小さい数字の時。ここや。ここやった。ここでしたわ。2万、4万、8万、10万で、16万で。16万で。ステイス!おーい!うわ、絵頭出た。おーい!ちょっと待ってよ、マジか。早い。おーい!早いよー。1回目の成功率めちゃくちゃ高いんですけど、あの時に限って、なんで1万の時に限って一発ミスるかな。そんなこと起こるかね。危な、怖っ。もう5ほんま怖いわ。ギリギリでしのぐ感じ。はい、よっしゃ。さあ、ここで今4カードが揃ったという気持ちで、気持ちがもう新しい気持ちでいこう。よし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 、最高記録並んだ。あー、嫌な感じっすねー。勝たせてくれたこの32,000。普通に考えたら絶対勝てる数字、普通に考えたら勝てる数字なんです。でも2と3を絶対仕込んどるから、もうまずこれは4です。でこれが2です。ここです。マジか。なんやったらちょっと当たってたし俺の予想。マジか今の。マジか。ま、ひどいな。いや、まあまあ全然いいっすけどね、いいっすけどね、いいっすけどね、全然いいっすけどね、全然いいっすけどね。行くんで、行くんで、全然行くんで、諦めることはないんで。よっしゃ、ジョーカー、ジョーカー、もうもうイカ様やん。ちょっと疑われるレベルですよカジノに。うん、疑われはしない。めちゃくちゃ弱い。初戦
所詮弱いやつ。一番のカモやもんな。ダブルアップした先で死んでいくって一番のカモなんすよね。ゴミ。よっしゃ、ジョーカー、またジョーカー。手のひらに仕込んでるとしか思えないジョーカーの引き。よし、あー、びっくりした。クイーン、クイーン、クイーン、クイーン。よし、またジョーカーが。よし、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 よし。1万6000ぐらいまではな、結構ノンストップでいけるんすよねって言ったら多分ミスるかな。よっしゃ、よし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 、ジャックの時は右、もう信じるわお前を。32000、はい。うわー、ほんま弱いな。なんで同じとこばっかり死ぬやん。ノリが悪い、ノリが悪い。うわ、出た。ロイヤルストレートスライム出た。めちゃくちゃ引き、やったやったけども、 やったけどもマジか、マジかよ。50万枚、50、当たり前やろうが、アホ。死ねー、よっしゃー、おくれー、よしよし。ああ、いや、もう一生飯食っていけんで、もうもうこれも働かんでも一生飯食っていけんねん、今の時点でも。今の時点でも働かんでも一生飯食っていける。バカな。きついな。勝てるカードは1枚だけですか。まあ、ジョーカー合わせてエースとかジョーカーか。きついな。よし、おらー、しゃー、おらー。どうせ、しゃあ、おら、ロイヤルスライマー、はい、ラッキースター、ギャンブルキング、いただきだ。よーし、3000枚からスタートして、私48分で200万枚突破です。どうじゃこら、ちょっと強い酒をくれ、ちょっと強い酒をくれ。はあ、やりましたぞ皆さん、皆さん、これが私の、これが私のカジノだということで、見ていただいてありがとうございました。